新朝第8代皇帝同光帝期の蓮が掘られた花瓶。色は新朝の国旗の黄色からインペリアルイエローと呼ばれている。賢流ガラスは新朝第6代皇帝の高層賢流帝の在位した18世紀頃に作られたガラスを指すが、講義的に賢流ガラスは新代に作られたガラスのことを指す。それまで中国で作られたガラスに対して、 ヨーロッパから伝わったガラスの着色技術によって、賢流ガラスには多彩な色ガラス作品が多く作られた。ガラスの着色には、イスラムガラスのラスター法と同様に金属酸化物を使用するが、添加する金属酸化物の量によって膨張率が異なるために生産は、修熟が求められ困難である。色ガラスの生産をはじめとした賢流ガラスの発達には、 ヨーロッパからのベネチアンガラスの技術の移入とともに中国独自の技法と造形の確立によって体制された。解禁政策の解除に伴い賢流ガラスはヨーロッパにわたり従来のヨーロッパ美術からの転換を唱えた美術運動であるアール・ヌーボーの展開のきっかけとなった。こうして賢流ガラスは製造方法と技法を清志に伝えたヨーロッパの芸術にも 大きな影響を与えている。賢流ガラスには、亀おぼり、無区長卓法といった世界的にも得意な技法、様式が特徴である。亀おぼりは中国で古くから確立されていた、玉細工の技法がガラス工芸にも浸透して、賢流亀尾ガラスが耐性した。賢流ガラスの創始者でもあり、画期的な技術を清しに伝えたとされるのは、イエズス会宣教師のカスティリオーネ、 ガブリエル・レオナールド・グロサールである。特に、カスティリオーネは、エナメル絵付け技法を初めてヨシへ導入することで、軒流ガラスの色合いを多彩なものにした。他にも、ヨーロッパからの技法の移入とともに軒流ガラスは、新国内でも、技術革新が活発になり、フラックスである放射や脱色を可能とする、アヒサといった物質の利用、金やベンチュリンの開発などが進んだ。 建流ガラスはソーダガラスであり、ナトリウムをはじめアルカリ分に富んだ化学蘇生をしている。中国では建流ガラスが作られるようになった、新代以前にもガラスが関代の頃から作られている。ガラスの中国における起源に対する明確な説はない、ものの戦国時代の遺跡からガラス器具が出土している。ローマガラスは建流ガラスの含まれる。 ソーダガラスの一種であるナトロンガラスと古代中国で作られたガラスは異なる化学組成である。このために中国でのガラスは独自の起源を持ち起源前に起源があるとの考えの説も提唱されている。またヨーロッパからの技術移入で建流ガラスが作られるようになった17世紀のガラスはソーダガラスであったのに対して1世紀前の16世紀の 秋代の中国では鉛を用いた鉛ガラスが作られていた。賢流ガラスがソーダガラスから作られているのに対して古代中国で作られていたガラスは主に鉛ガラスであり、歴史的に中国で使われた鉛ガラスと賢流ガラスとには製法に断絶がある。中国でのガラスの化学組成の変化からもヨーロッパから伝わったガラス製法により、 建流ガラスが作られるようになったと考えられる。ありがとうございます。